フランスの漫画媒体マンガニュースからの質問です。遠藤さんは過去にパリでコンサートをされたことがあるそうですが、その際の思い出をお聞かせください。いろんな思い出があるんですけど、はい、一番最初に行った時かな、うんうん、いろんな手違いで、はい、僕のスーツケースが届かなくて、はい、まあ、そういうことはいっぱいあるんですけど、はい、でも初めてのフランスだったので、はい、やっぱフランスのパリといったら、はい、おしゃれなイメージがあるありますよね、はい、おしゃれだし、はい、それでね、行った日に夜についてその夜中についてその日のその次の日だけがオフだったんです、はい、でその日だけがこういろいろ街を観光できるっていう時にスーツケースがないんです。俺だから着替えがなくて、はい、でね、結構寒かったんですよ、はい、でもやっぱほら移動だから飛行機の中だし別にいいやと思って全部スーツケースに入れてたんですけど、はい、薄着で、ほんでこう移動のこうジャージしか着てないし、おしゃれな街にこの移動で着てたこのジャージでこう見たのがすごく悔しかった、ね、まあスタッフがね下着とか靴下買ってきてくれたんですけど、だからもうそれが悔しくて悔しくて悔しい思いになったんですいや、それってその後どうなりました、スーツケースは。このままだから届かなかったらこのまま俺ステージ上がるんだなってやばいですよね。そう、でもちゃんと届きました、うん、あ、そうなんですね。その日の夜にっていうか、あの観光から帰ってきたらちゃんと部屋に置いてありました、うんうん、あ、すごい。で今年そのパリに行かせていただくん で、うんね、んで、でも一つ学んだのは、はい、飛行機の時から勝負服で行けってことだね、はい、いやいやいや森さんも勝負服で来られるってことで、ステージ衣装でも行ける、仮に何が届かなくても行けるっていう気持ちで、生身なんだってね、ステージ衣装だから大丈夫、はい、あ、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます